相手さん結構強めのエピソードを持って来ていらして、広告を作成する部署に入ったりと、いろいろあるんですけど。それでは次の方入室お願いします。失礼します。こんにちは。こんにちは。では本日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。福田インターネットの人事部採用責任者の南と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまず簡単に自己紹介をお願いします。はい、中央大学総合政策学部政策科学科から参りました3年生の久保田志音と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活の現在の状況を教えていただいてもよろしいですか。渋谷とか汐留とか赤坂にある広告代理店さんにこう、サマーインターンのES を出させていただいて、でその中で、渋谷さんの方で、一時は通ったんですけれども集団面接の方で、ダメだったというそのような感じになっております。集団面接、なるほど、はい、ご自身での落ちた理由の仮説とかってありますか。大きく2つあると思っていて、はい、まあ、まずはその面接慣れしていなかったっていうのが1つ大きくあって、はい、まあ、分析とかも済んでいなかったですし、僕自身言いたいことが全て言えなかったっていうのが1つ大きくあったのと、まあ、今のところに関係するところではあるんですけれども、集団面接だったというところで2人だったんですけれども、相手さん結構強めのエピソードを持ってきていらして、そこでちょっと蹴落されちゃったというのが、大きかったのかなとは思っております。はい、自分が強いエピソードを持ってなかった、強いエピソードを持ってなかったのもそうですし、なんかその向こうの強いエピソードに押されて、さっきの面接慣れのところにも関係はするんですけれども、言いたいことはやっぱり言えなかったなっていうのが大きくあります。大学時代取り組んだことや興味などあればぜひ教えてください。大学時代は、ゼミに所属しているんですけれども、社会の、軽量で分析していくようなゼミに、政治について軽量的に分析していくようなゼミに所属しておりまして、社会の流れとかどのような心理状態で人々が政治の投票に臨むのかというところについて研究させていただいております。で、大学の授業以外のところに関しましては、この後述べさせていただくんですけれども、自分のモットーである最強のナンバー2であるというところを意識しながら、高校生と一緒に社会問題について考えていくという活動に参加させていただいております。社会問題って繰り返しておっしゃってますけど、社会問題具体的には何ですか。沖縄の基地問題が一番大きな問題になっています。政治も投票も沖縄の基地問題も日本国にとってすごく重要な問題ではあることは理解してるんですけれども、弊社ってやっぱり例えばお菓子メーカーさんとか車メーカーとか化粧品とか、そこのクライアントの課題をどう解決するかっていうところで、直接的には政治にも沖縄問題にも関係してないんですけれども、そこはどうお考えですか。先ほども申し上げた通り、関心自体が、人々がどのようなところに関心を向けるのかっていうのが一番大きな、ポイントになっているので、確かに沖縄の社会問題っていうのは取っかかりではあったんですけれども、そういうのをやっていく中で、例えばどういうメディアとか新聞とかテレビとかがあると思うんですけど、ここがどういうふうに人々の関心にアプローチしているのかっていうところが最も大きなところですので、扱う商品とか、どういうものを宣伝するのかというよりは、そういうものを宣伝した時にどういうアプローチを、どういう媒体を使ってアプローチをしたらいいのかっていうところにありますので、その辺に関してはあまり問題にはならないのかなとは自分では思っております。学生時代に、まあ、その政治とか沖縄問題とかいろんなところで取り組んできたと思うんですけれども、一番困難を感じた瞬間とそれをどう乗り越えたのかっていうのがあれば教えてください。そうですね、困難だなっていうふうに感じたのは、やっぱりその普通 の, その, あの広告代理店じゃないさんじゃないんですけれども、あの商品であるとか物を売るとか、その興味を持ってもらいやすいものともらいにくいものがあると思うんですけれども、その政治に対する先ほども申し上げたような忌避感っていうのが大きすぎて、そのどのようなアプローチをしてもうまいような結果が出てこないっていうのがあって、要は人々の関心をこちらに向けさせることができないっていうのが大きな壁としてはあって、そこを解決しようというのが僕の今の卒業論文のテーマにはなってるんですけど、 そうですね、そこが大きな壁にはなってますね。それ一人で取り組んでるんですか。それってそうですね、ゼミのメンバーが5人しかいなくて、個々がそれぞれ違う研究をしておりますので、そうですね、一人で取り組んではあります。数字的には何を根拠にするんですか、興味を持ってもらうって。そうですね、まあ、そこもまだ何を変数に入れるのかっていうところも定まってはいないんですけれども、そうですね、どういうメディアでアプローチしたら、何が刺さるのかっていうところを今検証している段階になってますね。ごめんなさい、じゃあテーマを変えて、はい、もう政治沖縄全部抜いてください、はい、でそれを全部抜いた上で
何かチームで何か努力をして壁に当たったけど、それでも壁を乗り越えて何か目標達成したっていうエピソードがあれば教えてください。高校時代に僕はハンドボール部に所属していたんですけれども、はい、その時に僕はプレイングマネージャーという立場で、そのプレイしながらマネジメントをするという立場にあったんですけれども、僕が入った当時先輩がいなくて、その時に僕らがちょっと創設の代みたいな形になったんですけれども、全然もうチームとしての形がなってないという時に、例えば、メディカルボックスを整えたりとか、給水のフローを作ったりだとか、アプローチをすることによって、まあ、チーム全体の、まあ、士気を上げつつ、今まで勝利することができなかったチームを勝利に導いたという経験はあります。ごめんなさい、ちょっと抽象的すぎるんですけど、具体的にどこの誰に勝ったとか大会とかそういうのって何かあったりします？あ、そうですね、ごめんなさい、そもそも目的は何だったんですか？チームとしての目標。チームとしても、まあ、一勝は目標ではあったんですけれども。それは公式戦で一勝って、公式戦で一勝っていうのが目標ではあったんですか？勝負したばっかりで公式戦で勝ったことはないってことですか？そうですね、1年生だらけのチームだったので、公式戦に挑んでももう周り3年生みたいな形だったので、はい、勝てないだろうっていうようなところから、まあ、最初の公式戦だったんですけど、最初の公式戦で見事勝利を収めさせていただいて、あ、1年生でってことですか？あ、そうです、1年生の最初の大会で。人生最初の大会で、はい、もう初っ端からうまくいってるってことなんですか？じゃあ、もちろん大会に出るまで何ヶ月もございますので、最初の本当数ヶ月はもうバラバラみたいな、全然来ない人がいて。あ、じゃあ大会が何月にあったのか言った方がいい？大会、そうです、10月です。じゃあ半年あったわけですね。半年あります。そのチームの中で感じた困難と、具体的に自分がどう行動したか教えてもらってもいいですか？まず困難としては、本当に先ほど申し上げたんですけれども、チームメンバーがバラバラだったっていうのが一つと、あとはサポートとしてそのメディカルキットとか給水ボックスとかの、整理とかが全然なってなかったというところがあって、まずは物質を整えるところから僕は始めて、その上で環境を整えた上で、みんなを呼んで、一緒に頑張ろうよみたいなお話をさせていただいて、チームの、まあ、構成というかまとめにかかったという形であります。今の話聞くと、用具を整理したりとか準備したりとか、物質を掃除したりとかっていう話だと思うんですけども、それを一人でやったってことですか？そうです、まずは掃除は僕一人で全然参加してくれなかったので、一人でやって、やっていくうちにみんなで参加してくれるような、キャプテンの方とか、副キャプテンの方とかが参加してくれるようになってっていう形です。さっきの大学時代のゼミのエピソードも、このハンドボールのエピソードも、結構一人っていう感じが結構伝わってきてるんですけど、一人が好きですか？いや、一人は好きではないんですね。あ、ただ自分はリーダーになる人間ではないと思っていて、一番上で引っ張っていくのではなくて、今ある物事を改善しながら、チームメンバー全体の士気を上げたりして、その組織を改革していくみたいな立場だと思ってるんで、一人ってよりはそうですね、主体がいて、それに対して僕アプローチするみたいなイメージです。今高校生に対して、はい、その高校生、沖縄修学旅行行かれる方が多いので、はい、高校生が修学旅行に行く前の事前学習とかで、沖縄戦ってこんなことがあって、沖縄の基地問題って今こういうことがあるんだよっていうのファシリテーションを今させていただいてる、活動に参加してさせていただいてて、ついこの間福島の高校生かなに、お話をしに行って、まあ、その子たちの士気を上げながら、関心を高めていくみたいな作業は今やってる活動の中にあります。それは学校数でいうと何校回ったんですか？今年出来上がったばかりの組織なので、まだこれをお願いしますっていうのを売り込んでる状態があるんですけれども、その創設の時にこういうアプローチの仕方がいいんじゃないとか、こういうアプローチの仕方がいいんじゃないとかっていうのを創設したメンバーさんと一緒に考えさせていただいて、こういうふうなテキストを使ってやっていこうみたいなのは一緒に考えて、士気の上げ方に努めたっていうところですね。ちなみに目標として大学の在学中に何校に回りたいとかってあるんですか？まだちょっと具体的な数が出てきていないので何とも言えないですが、今年は自分の目標ですよ。あ、そうですね、自分の目標、組織全体で回るところではあるので何とも言えないんですけど、より多くのところ、そうですね、具体的に言うと、全体が今候補に上がってるのが60校ぐらいあったので、まあ、半分は行きたいかなっていうところではあります。はい、そうやって数字で多分物事を述べた方がいいと思います。分かりやすいので、はい、じゃあここからはちょっと話を切り替えて志望動機の部分を聞いていきたいと思います。もし福田インターネットに入った場合、入りたい部署があったら教えてください。広告を作成する部署に入りたい。いろいろあるんですけど、 CM プランナーですとか、コピーライターとか、デザイナーとか、いろいろあるんですけど、 CM プランナー、
例えば媒体は何とかあります？テレビがいいとか。媒体か、まあ、インターネットを中心にやられてるというところなんで、インターネット広告の事業部に入りたいなと思っております。クリエイティブというか、なるほど、プランナーなわけなんですね。逆にそのプランナーに求められる能力って何だと思います？いかに関心を引くかっていうところを理解してるか、人がどういうところに興味を持つかっていうのをきちんと理解してるところがまず一番大事だと思っていて。その通りです、ね、大学時代に人の関心を引けるようなことはしましたか？人の関心を引けるようなことを僕がしたというよりは、こういうことをすれば関心が引けるんじゃないかっていうのをトライアンドエラーしているところで今見つけてる最中です。ちなみにどんなクライアントでも、日本中世界中どんなクライアントでも担当していいって言われたら、どんな会社を担当したいですか？まあ、日本人の研究をしてきたので、はい、日本にアプローチするっていうところが一番向いてるとは思うんですけれども、はい、企業は別に何でもいいですよ。はい、例えばコカ・コーラって日本でもあるじゃないですか、うん、別に何でもいいですよ。食品メーカーに、まあ、生活に一番近いというところで、まあ、今まで研究してきた分野に近いのかなというところで、まずはそこを担当してみたいですね。食品メーカーです。具体的には明治ですか？おかしいの何ですか？どれですか？明治の牛乳。明治の牛乳が今抱える課題って何ですか？さっと出てこないんですけれども、牛乳、日常的に飲む人と日常的に飲まない人が、なんかざっくり分かれちゃってる気がしていて、なんかたまに牛乳飲むよっていう人って僕はあまり聞かなくて、飲まないよっていう人にどれぐらいアプローチできるのかっていうのが、はい、顧客を増やす一番の、手段なのかなと思います。じゃあ飲まないよという人に対して明治の牛乳としてどういうメッセージを打ち出していきますか？牛乳本体っていうのってあんまりこう加工が加えられないものだし、まあ、加工が加わってる牛乳ってこうなかなか飲まなかったりされる方が多いと思うので、牛乳本体ではなくて、じゃあどういうところに牛乳が使えるよっていうのをより広くアプローチさせていただくというのが、具体的には例えば料理であるとか、あとはまあよく僕が使うので言うとプロテインとか飲んだりするときに牛乳で飲むと美味しいよみたいな、そういうところを宣伝するとかですね。最後に何か私たちに質問したいことありますか？福田インターネットさんに、これから入社させていただきたいなという志望があるんですけれども、入社するまでの間に僕がやっておいた方がいいこととか、資格の勉強とかってあったりします？この面接の中で何度も話しましたけども、日本の政治の問題とか沖縄の問題って、まあ、正直言うとおそらく一生解決しない問題です。一生解決しないんですけど、その中でどう行動できるかって話なので、まずそもそもインプット量が足りない。例えばうまくいってる事例ですね、日本国内でもそうですし、例えばアメリカでもロンドンでも何でもいいですけど、世界中でもうまくいってる事例をもっとインプットした方がいいし、じゃあそのうまくいった事例をインプットした上で自分だったらどうするかなっていうことを考えて、でちっちゃくてもいいから行動すること、例えばまさに高校生に話しに行くっていうのが一番すごくいいことなんですよ。実際それで若者がどう考えてるかっていうのを感じることができるので、そういうのもっともっと数をこなした方が良いです、はい、なんで活動は応援していますので今後も頑張ってください。ありがとうございます。はい、以上です。面接お疲れ様でした。どうですか、感想は？緊張したっていうのが一点と、言いたいこと全然言えなかったなっていうのが。では南さんの方から結果発表をお願いいたします。はい、バツです。ツッコミどころがありすぎるところがあります。まず大前提として、広告&メーカーってあらゆる学生が志望するんですよ。でも倍率で言うと100倍ぐらいあるわけなんですね。100倍ある中で100分の1になる気があまり伝わってこなかった。正直100分の99だなって思った。つまりミーハーなんですよね。なんとなく志望してるのかなって思った。全体的に内容というよりも話し方なんですけど、話が長い癖があるので意図的に短くするっていう癖をつけた方がいい。テクニックがあって一方的に話すんじゃなくて相手に質問をさせるんです。喋ってで気になるワードを2個ぐらいトラップ仕掛けた上で黙る、で相手に質問をさせるっていうテクニック、これをしないとキャッチボールで一方的にボールを投げ続けられてる感じ。こっち取る気ないのにこう顔面にボール抱かれ続けてる感じ、痛くないですか？はい、痛いです。なんで取ってもらってよし取ったなっていうのを確認して向こうからボールをキャッチするっていうのがないと会話になってないんですよ。だから一方的に押し付けは良くないので、会話を作ることを意識した方が良いです。で、あとちょこちょこ思ったのは、相手への気配り、おもてなし精神をもっと持った方が良くて、例えば軽量っていう言葉って、軽量っていうだけで日本語で多分100種類ぐらいあるなんですよ。どう軽量みたいなとか、危機感も場合によっては危機感と超えちゃうケースもあると、だったらちょっと言い換えてあげて、軽量じゃなくて分析とか推測とか言ってあげた方が分かりやすいし、危機感じゃなくて例えば食わず嫌いとか言ってあげるとか、
そういうふうに言ってあげないと、一回このカロリー使うんですよ、こっちが。こう噛む、咀嚼するカロリーが必要なんで、そういうふうになんか相手が想像しやすい言葉を使うことを意識した方が良いです。全体的に抽象的な話が多かった。僕が多分この面接で多分5回ぐらい言ってるんですけど、具体的にはっていうふうに。っていうので、引き出してやっと具体的なのが出てくる。例えば、高校に授業する目標の話も、例えば60個候補があって、在学中に30個回りたいって話、めちゃめちゃ分かりやすいじゃないですか。1クラス30人だから、例えば在学中に900人にアプローチしたいんだなっていうのが分かるっていうふうに、数的な根拠がないと何を話してるのか分からない。具体的な事例が少ないんですよね。例えば政治の面でのうまくいってる事例とか全然出てこないんですよね。志望でプランナーって言ったじゃないですか。プランナーに求められることってまずインプットなんですよね。いい事例をとにかくたくさん吸収して自分なりにオリジナリティを作っていく。インプットない状態で何か生み出せると思ったら、それはお門違いで、どのクリエイターも膨大なインプットがあった上で今成り立ってるんですね。なんでいい事例がパッと出てこないっていうのはちょっとおかしい。で、別にこれがもし興味ないテーマで、例えば化粧品についてとか聞いても、いやそんな知らねえよってなるじゃないですか。だけど政治とか輸入の話って自分から言ったことじゃないですか。自分から言ったことなのにいい事例が出てこないっていうのはおかしいですね。だから常にこれは別に就活関係なく、これいいなと思った事例は頭に入れる。で、何かに生かすっていうことは、これ別に就活終わってからでも、新入社員でも5年目でも30歳になっても続けた方が良いです。エピソードが全体的に結構一人感が結構伝わってきたんですよね。なんで最強ナンバー2と言いつつも、あれリーダー誰、まずてか一人じゃないそういうレベルってみたいなって思っちゃったんですよ。高校生に授業したって話も、もう組織で何かチームで取り組んだのであれば、チームとしてどう取り組んだのかとか、その高校生の30人とか、1クラスの30人のモチベーションを上げるためにどういう工夫したかっていうのを具体的に言った方が良いです。で、やりたい仕事のプランナーと、まあ、牛乳の話に関して言うと、これもまたインプット量が少なすぎる。プランナーに必要な要素を自分で言ってたのは正解です。人の関心をどう引きつけるかっていうのが、それが一番大事なことです。で、その人の関心を引きつけるっていうことが、過去の今までの経験から伝わってこないんですよね。なんで、じゃあこれ採用するメリットあるどっちになってくる思って、採用するメリットは感じませんでした。明治の牛乳に関しても、これもご自身で言ったことじゃないですか。これに関してもさっと出てこないのはおかしいですね。さっと出てこないのもおかしいけど、さっと出てきませんがっていう枕言葉もなくていい。それって結局自分の価値を下げるだけなので、不安になるんですよ。こっちは掃除機買いたいのに、この掃除機たまに動きますっていうふうに言われてるみたいなの、たまに動く掃除機買いたいんですよ。10回に10回つけたら掃除機吸ってほしいじゃないですか。それと同じですね。だから具体的にこういうふうな使い道、例えば自分が料理に使ったりとか、自分がプロテイン飲むときに使ったりとかっていうふうにして、新しい切り口で使い方を提示するみたいな具体例があった方が良いです。以上、ありがとうございます。今のフィードバックを聞いてどうですか？話を短くするところとインプット量を増やすっていうのは心がけて、これから取り組んでいこうと思いました。ありがとうございます。この後私も南さんに面接をしていただくんですけど、頑張ります怖いんですけど頑張るぞ。おー